大体同じ手になるということは、一度勝てば同じ手を指せばもう一回勝てるんで、はい楽しくない。まあだからそういうのにならないように市販ソフトとかはちょっと工夫がされていて、みんながやっているのはその探索した自分が指した手の局面の探索の深さと、その時の評価値を覚えているっていうのがあって、それをハッシュテーブルに登録しておくわけですが、そうするとその普段はこう探索が展開していて、ここの評価値っていうのはそこの局面を見て評価するわけですが、登録しているとそこからさらにその探索した先の評価値が入るので、うん、負けていた時とかは数手前に気づいたりすることがある。そうするとあこの展開はまずいと思ってコンピューターが手を変えて、でまあなんか毎回同じようにはならないっていうのをやっているのが多いです。なんかそういうあんまり面白い話より水野君が気がする。これも人間の考慮時間には考えてない。考えてます、まあ、考えてるんですけど片っ端からやっているだけなので当たるとは限らないですよね。あんまり確認、ここに居座られたままっていうのが気に入らないんですこの角が先手の57の地点に効いてまして、将来21にいる桂馬がこう跳ねてきたときになんか一緒に攻撃してくるのが嫌なんです。あそこまで読むの当たり前じゃん。最初の出だしから見ると、まあ、コンピューター的には随分なんていうか評価値はそんなに良くないというか下がってるんですが、まあ、真っ当な戦いになれそうな感じで、うん、楽しくていいんじゃないかなという気がします。そうですね、このぐらいリードをもらっておかないと終盤力がものすごいですね。コンピューターは今自分の不利だと思ってるんですか？ほんのちょっとだけ不利だと思ってます。まあ、歩1枚の点が100点として大体表示してるんですが、今で80点ぐらい負けてるっていう感じです。じゃあほぼ5点だと思ってちなみに不存だと200点になるので、その1枚が100点なので80点だとまあほぼ差がないと思っているぐらいですね。人間が見るとどうなの？人間が見るとやっぱりまあ先手を持ちたいんですけど、まあでもまだまだなんていうか正しく指さないといつでも負けになるぐらいの差。これ角を狙って3五歩と突いていきたいんですけどね。ちょっとあ大丈夫なんだけど、結構コンピューターが無理やり暴れてきた場合、すごい激しい戦いになります、ね。展開が同歩同銀はありえないですね。いいよ。ほっといて三の歩で相手は同金。で、それで受かってしまうんで、どこかで四五歩ついて飛車と角を両方一気に活用してくるんです。3往復行きましょう。もうやっぼ完全に予想通り。
で動揺します。人間があんだけ考えるというか、まあだから一応なんとなく真っ当そうな手から先に先読みしていくので、それなりに当たることはあるんですよ。で人間が結構考えているとどんどん他の手も読んでいくので、当たる確率はどんどん高くなって、これまあ秒読みになっても60秒は大丈夫ですけど、30秒とかになっててこれやられると多分人間はかなり焦ります。パッとそうされて、だいたい秒読みになった時に人間って相手の時間も考えてなんとかやってるんですが、で、まあ、一瞬で備えというのはまだ考慮中だったっていうやつですね。これちょうど探索してた手なんですが、探索してたって人間はノータイムで取るんですけど、これこそ不思議なんですね。人間がノータイムでやるところは考えるんですけど、人間頑張って考えて、相手も考えるかなと思ってたらずっと考えたので、こんなの知ってるよとかいう感じで刺されちゃったり、なかなか不思議な戦いになっているので、リズムも大変ではないかと思います。今こうやって引こうかと思ったんですけど、2五銀と出る手もまあまああるんですよ。どちらがなんか白とかでも2五銀は分かるけど、下がるって なんでっていうじわじわという感じですね。あんまり焦って切らなくてもいいからがね、こちらが何かしないと、その穴熊の側から今からちょっと仕掛けづらいんですよ。というのも飛車の利きが3三の角で止まってて、でこれで今2八の飛車が相手の2三のところに効いてますので、何か受けないといけないですね。利き歌もそんな感じで読んでましたね。進み、通常両方利き系だと先手の子は2号にあるので、なかなかなんていうか、そんなフェアリーとかいうのは多分いろいろ声が出てくると思うんですが、これ3六銀と上がるのが形なんですけどね、将来角交換になったし5五角と王手飛車の筋があるんですよ。うっかり食らわないように気をつけながら、ちょっと忘れていたら皆さん僕が思い出すようにください。さっきよりもちょっとだけ先手が良くなったと思ってますね。あのまあ、なんか時間が少なくなってくると割り込むんですかね、それとも僕が考えてるからその分ってことですか。今回のは多分考えてたから、なるほど、ちょうどそれを探索していたので、とりあえず大手飛車だけは怖いんでちょっとついときますね。これ3七桂ぐらいの方がいいのかもしれないですけどね。3七桂でも結局5五角と打つ筋がまだ残ってるんで、お手飛車ってどれのことですか。5五に角が来た時でしょうか。将来的にこの角とこの角が交換になって、で相手が5五に角を打つと、お手飛車は両方取れちゃうっていうか両方は取れちゃう両方は取れちゃう。ここで3万引きですね。コンピューター的には100点引きをうろ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 してますね。なんかようやく戦いが始まりそうで、コンピューター的には喜んでる。まだ先手有利ですか。
そうですね。コンピューターが喜ぶとどうなるんですか。まあどうなるんでしょうね。攻めていくんじゃないですか多分。さっきよりは差が詰まったと思ってます。この辺の点数は全くもって信用ならないので。終盤は正確なんですか。終盤はかなり正確ですけど。この辺100点200点ぐらいは嘘つけみたいなことがしょっちゅうあるので。どうやって打開していくんですかね。これは、まあ、どこかで4五歩と突いて角交換を迫るか、あるいは2五歩と突いておいて1五角と桂取りに出てくるか、そんな感じですね。玉の硬さってどうやって評価してるんですか。金銀が近いと。ですね、玉の硬さっていうのを評価しているわけではないんですよね。まあ基本的に一番大きいのはその隣り合う2つの駒の関係っていうのを見ていて、場合だと玉と香車、玉と桂、玉と銀っていうのと、あと銀と香車、銀と桂、銀と銀みたいな感じのが、まあ、輪になっているっていうのと、あとまあこの辺に効いている利きの数とかを見てたりするので、ある程度数があった方がいいとか、あとは何ですかね。あとその玉と何とかの駒の相対位置っていうのを見ているので、例えばここに玉がいてここに金がいると何点とか、この玉と金で何点とかいうのがあるので、まあ近くにやると点が高くなりやすいっていう感じですね。機械的な学習っていうより、なんかそういう結構人手で点を与えたりとか、ヒューリスクリプトもいっぱい入ってたりとか。点は全く人手では与えてないんですが、どういう、そういう関係を見ろみたいな、その関係を見ろっていうのはもう人手入りまくりです。有名なボナンザはその辺も人手あんまり入ってなくて、3コマ間の関係とかの見ていて、すっごい項目多いんですけど、人間が良くなったことない。まあそろそろというか、人間もあの時間がなくなってきますが、頑張って考えないといけない感じですね。この辺間違えると一瞬で勝負が決まってしまうので次に3三桂と跳ねてくるので、先に3四歩と突いて